ワイパーラジオ。ワイパーラジオ始まります。ワイパーラジオです。この番組はミリタリーショップワイパーの1週間のニュースをお送りするラジオ番組となっております。YouTube ポッドキャストから視聴可能です。はい。ということで私ソロで収録をしております。本日はですね、ちょうど6月の22日、現在ですね7時35分ということで、夜に収録をしております。今回ですね、ちょっと一人なんですけど、ちょっと中村さんの方がですね、なかなか多忙につき、先週に引き続き、今回はですね、一人で収録をしていきたいと思います。ただ、後半の方ではですね、ゲストをお招きしての、4人で、トークをですね、繰り広げていきたいと思います。はい。ということで、まずはですね、いつものコーナー参りたいと思います。ミリタリーショップワイパーの1週間の売り上げを発表するコーナーです。題しまして、ワイパーウィークリーランキング。はい。ということで、いつものですね、コーナーなんですが、12位のアイテムのですね、ランキングを発表していこうと思っております。今回はですね、実物、夏ということで、半袖のアイテム、パンツ、さらに、某ブランドのアイテムだったり、ワイパーインクだったりとか、目白押しになっております。はい。ということで、まずはですね、こちら第12位から。第12位はですね、早速ワイパーインク。こちらフランス軍の M52 のヴィンテージ2タックチノトラウザー WP69 がランクインしております。やはり強いですね。こちらに関してはですね、すでにカラーによっては欠品続いているんですが、結構ですね、ある程度まとまった数は作っているので、引き続きですね、人気継続しているようなパンツでございます。ただ、これがですね、WP の69番なんですけど、ワイパーインクですね、 M52 のパンツいくつか作っております。で、今現在これですね、YouTube でご覧いただいている方はわかると思うんですけど、私が履いているこの白いパンツはですね、ウエストポイントの高密度の日本製の生地を使った、WP の1002番になりますね。で、こちらもですね、新色、入荷したんですけど、これですね、ちょうどタイムリーなことに、この放送の翌日の夜7時から販売を予定しております。日曜日ですね、日曜日から WP の1002番と1003番同時販売です。で、今回はホワイトがですね、新色ということで、結構待ち望んでいた方多いんじゃないですかね。こういった形で、自分はストレートの方を履いているんですけど、テーパードの方もですね、なかなか綺麗めなパンツとしておすすめになっております。はい。ということで、この WP69、さらに1002、1003と M52 ですね、ワイパーインク非常に揃っておりますので、どれもですね、おすすめになっております。はい、では続いてはですね、第11位はですね、こちら、10と11をまとめていきましょうかね。こちらどちらもですね、グッドウェアから、グッドウェアの、277-2522 USA コットンのヘンリーネックティー、そして、277-2500 の四角ポケットの T シャツ、これはですね、レギュラーフィットの T シャツで、さらにヘンリーネックということで、USA コットンを使ったですね、シンプルなムチティーになっております。カラバリも豊富で、さらにですね、このアメリカのコットンを使った結構ラフな感じの質感がですね、非常におすすめな、T シャツになっております。で、さらにこれかなりプライスが、お求めやすくなっておりますので、非常におすすめになっております。先日これ再入荷した告知をしたんですけど、そこからですね、非常にご好評いただいて、今回堂々の同時ランクインということになっております。すごいですよね。ワイパーインクとか実物が結構ランキング入る傾向なんですけど、こういった形でブランドものがですね、しっかり、数量が売れたような結果だと思います。はい。続いて第9位、こちらもワイパーインクから。すごいですね、ワイパーインクやブランドが非常に人気ですが、こちら第9位、イギリス軍のロイヤルネイビーのスラントポケットカーゴパンツ WP89 がランクインしております。これも久しぶりの再入荷で、さらに今回はですね、グレーが新色として仲間入りの全4色展開となっております。ただ、当然この、もともとロイヤルネイビーの元ネタ自体はですね、ネイビーのパンツなんですけど、そこら辺もですね、忠実に再現していますし、他には使いやすいブラック、さらにミリタリーらしいオリーブと、どれもですね、使えるカラー展開になっております。これ個人的にも結構愛用していて、結構履きやすいんですよね。比較的ちょっと生地は、他のパンツに比べても薄手なので、今からの時期にもちょうどよく履ける感じだと思います。はい。では続いてはですね、第8位の発表です。第8位、こちらも根強い。実物新品デッドストックのイギリス軍のトロピカルコンバットジャケットデザート DPM。これは非常にいいですね。今回春に、ご紹介をさせていただいて、ずっとですね、これ売れてるようなアイテムです。
まあ、これはまあプライスもですし、まあ、結構薄手の生地で、まあ、本当春先に軽く羽織れるということで、まあ、大変ご好評いただいているようなジャケットです。先日これのですね真っ黒に染めたものも上がってきたんですけど、まあ、逆にこの無地もですねこのシルエット自体非常にかっこいいコンバットジャケットなんで、まあ、薄手のジャケットのさらにブラックということでそちらも好評いただいております。続いてはですね第7位の発表です。続いてこれ実物のユーズドですね。オーストリア軍のショートスリーブのコンバットシャツがランクインしております。まあ、このシンプルなショートスリーブの裾がですねフラットにカットされた半袖のシャツになります。まあ、この裾が比較的こうスクエアなカットの分あまりタックインせずともですねアウトで着やすいようなジャケットシャツジャケットかなと思います。まあ、このコンバットシャツということでこのちょうど中心前立て部分にですねこうエポレット肩章みたいなものがついています。まあ、ここに関しては階級章部隊章だったかな、まあ、それをですね通して挟み込んでつけるようなタイプのストラップになっておりますね。まあ、他にはベルクロパッチがついていたりとかミリタリーシャツのデザインは他の軍と共通してですね取り入れられております。そして第6位の発表です。第6位はですねこちらはデッドストックのチェコ軍のコックパンツブラウンですねランクインしております。まあ、これもまあイージーパンツ感覚で履ける、まあ、比較的薄手なコックパンツということで、まあ、しかもコックパンツってですね結構その薄手でチェックとか、まあ、結構明るめのカラーとか結構ユニフォームらしいような色合いのものが多いんですけどこのチェコ軍に関してはですね落ち着いたブラウンのカラーで、まあ、普通にこのミリタリーらしいような、まあ、ちょっとワークパンツのテイストもあるような、まあ、シンプルなですねイージーパンツとして履けるようなパンツになっております。まあ、これは普通に使い勝手もいいですし、まあ、さらにこの夏場とかに気軽に履くにはちょうどいいようなパンツかなと思います。しかもデッドストックということで非常におすすめな一本になっております。続いて第5位はですねこちらワイパーインクからワイパーインクの WP1013M51 のフィールドカーゴパンツがランクインしております。すごい、まあ、これもですね販売開始から好評いただいているカーゴパンツなんですが M65 に続き M51 ということでM51 はですね、コットンサテンが特徴になっております。まあ、このコットンサテンですね、最初からこの製品染めと製品洗いを加えたということで、結構馴染んだ感じに仕上がっています。なんで、最初からちょっとくったりとした履き込んだような風合いが好きという方はですね、こちら M51 おすすめになっております。まあ、さらにショートレングスもあるので、まあ、比較的ちょっと足が短い方、まあ、身長が低い方はですね、まあ、日本人だったらショートレングス似合う方多いと思うので、そちらもおすすめです。そして、続いて第4位の発表です。第4位はですね、実物新品デッドストックのフランス軍のヘリンボーンツイルのチャドシャツオリーブがランクインしております。まあ、これは先日、うちの方でもですね、インスタグラムでご紹介させていただいたんですけど、まあ、デッドストックでさらに昨年から人気継続のチャドシャツで、しかも一番ベーシックな無地のオリーブということで、これは人気が出ないわけないですよね。まあ、さらにこのお求めやすいプライスで、半袖シャツということで、今からの時期にぴったりなミリタリーアイテムということで、まあなかなかやっぱ夏物のミリタリーって少ないと思うんですけど、まあ、そういった中でこういった半袖シャツがですね年々この需要が高まっているなっていうような印象です。まあ、先ほどの第7位にはですねオーストリア軍のシャツ入っているんですけど、なんかにわかにこの半袖のアーミーシャツっていうものが人気が出てきそうな印象がしています。はい、では、続いてですね今週のトップ3の発表です。まず第3位はですねこちら実物新品デッドストックの米軍 M65 のフィールドカーゴパンツのブラック染め、ディープブラックではなくブラック染めになります。まあ、これはですねうちの横木の方と、ショート動画でも告知をしたんですけど、こちらはですねただのブラック染めということで、こうこれですね要は綿とナイロンのコンボの生地で、この綿サイドだけ染めてるような感じなんですよ。そのコンボということはこの糸一本一本が綿の成分とナイロンの成分がこうなんていうかよられてる状態なんですけど、まあ、その中の綿の部分だけが反応して染まってるということで、このうっすらとナイロンがですね浮き上がるような仕組みになっております。まあ、このナイロンの部分がですね逆にあまり染まらずに浮き上がるということで、このウッドランド独特のですねちょっとこのうっすらとこのチャコールがかったボディに、カモフラがですね浮き上がるっていうようなところで、まあ、これはあえてこの色差を出すためのまあ、そのテクニックというかその型染めっていうような形でやっております。まあ、これもですね、まあ、ディープブラック非常に人気だったんですけど、ディープブラックが結構昨年非常に好評いただいた中で、まあ、その反動じゃないんですけど、まあ、やっぱりちょっと柄物が少しうっすら見える方がいいよねということで、こっちのブラック染めもですねまた最近にわかに再燃しております。
はい、では続いてはですね第2位の発表です。こちらは、先週特価で非常にご好評いただいたアイテムなんですが継続して人気です。第2位、実物新品デッドストックの米軍コーストガード沿岸警備隊ですね、 ODU のオペレーションジャケットの3クォータースリーブのジャケットになります。 USCG のジャケットということで、これは先日特価で中村の方がですね非常にこの推薦させていただいたアイテムなんですけど、まあ、このなんていうかちょい短め七分丈ぐらいの袖丈なんですけど、まあ、今からの時期はですね軽くロールアップするのにちょうどいい丈になっております。まあ、このまま着るのももちろんいいんですけど、こう1枚1回ぐらいサクッと折り返すぐらいでちょうどいい丈になるような形 でさらにこの袖口もですねフルレングスと同様にタブがついていて、こう袖口を細くすることもできますし、逆にその太いままにすることもできます。これに関してはですね太いままにしてちょいこの袖口幅がですねこうゆとりを持たせたような感じで着るとバランスがいいのかなって思います。まあ、色もいいですし、まあ、かつこのリップストップということで、まあ、着込んでいくほどにですねこの格子状に当たりが出てくるところも魅力だと思います。はい、そして今週の第1位はですねこちらグッドウェアから 277-2501 USA コットンのスーパービッグランクインしております。これは先週もですね結構ランキング上位に入ってきたんですけど、さらに今週はですねさらに人気が加速して1位ということで、まあ、これ先週の再入荷も相まってなんでしょうけど、まあ、実際自分も買いましたしね、これは非常に持ってて1枚持ってて損はないアイテムだと思います。まあ、何よりプライスが安いっていうところが、まあ、なかなかねやっぱ支持される理由かなと思います。まあ、かつこの、空張りも豊富ですし、あとはサイズ展開も、XL までありますね。ただこれスーパービッグということなんで自分で M 着てるんですけど、全然それでもやっぱり大きめな作りですね。まあ、だからその普段自分が選ぶサイズのワンサイズ下ぐらいでちょうどいいのかなと思います。まあ、これはですねこの肘が隠れるぐらいのちょうどハーフスリーブぐらいまでこう肩がドロップした形で、さらに袖口もですねゆとりのあるようなシルエットということで、まあ、結構この1枚着るだけで体型もカバーできますし、まあ、この旬なシルエットボクシーなですねシルエットを出せるような、まあ、気軽にこのおしゃれな、まあ、ちょっとこのトレンド感のあるような着こなしができる T シャツになっております。まあ、非常に万能だと思います。はい、ということでワイパーウィークリーランキングでした。はい、さあということで、ですね今日はちょっとゲストの方をお迎えする前に、まずこちらですね私の格好を紹介していきたいと思います。鈴木の今日の子で、はい、ということでこちらです。さあ見えるかな。はい、こんな感じですよ。はい、WP の1002番こんな感じでございます。でさらにこれサイズはですねあえて大きめの25を着用してみました。こんな感じ。でさらにですねこれあえてちょっと上下白で統一したかったので、この T シャツはですねネイティブジャパニーズの T シャツブルーのプリントの方をチョイスしております。こちらで L サイズを着用しています。でさらに、キャップはですね先日購入したニューエラということで、はい、まあ、こういうような感じで綺麗めな M52 のパンツなんですけど、こういうふうにサイズ感を選べばですね結構ラフな感じの、まあ、このワークパンツっぽいようなシルエットにも見えるのかなっていう感じです。まあ、元々がこの太めのチノトラウザーなので、まあ、そういうようなですね結構土臭いような格好にもマッチするのかなと思います。ただもちろんこの高密度のウェポン生地ということで綺麗めに合わせればこれはこれでありなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで、鈴木の今日のコーデでした。はい、では続いてはですねそろそろちょっとゲストの皆さん そちら待っているので、はい、やっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで、はい、今回はですねゲストをお招きしております。うん、はい、はい、こちら、これですね YouTube で見てる方は分かると思うんですけど、はい、はい、ミスターグッドの広沢さん今回久しぶりのゲストで、イエイ、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。いえいえ、どうもありがとうございました。もうだって福岡来てもう1週間経ってちょうど1週間ぐらいですかね。、うん、今日、はい、最終日です。最終日が、はい、ちょうどあの先週末にライブ配信していて、うん、で土日はポップアップで、さらに翌週はグッドの展示会ということで非常にお忙しいと。はい、はい、あとですね、いやいや目まぐろしさが、はい、半端ないです。まあ、ということで、まあ、今回ですね、うん、久しぶりにこの広沢さんと、まあ、あとはそのポップアップに参加された、はい、まあ、LL と、丸ということで、うん、まあ、そのイベントの振り返りもしながらお便りの方気になるものを読んでいけたらなと思っております。はい、はい、じゃあ行きますね。はい、まあ、ということで、はい、皆さんにですね質問をちょっと募集したんですけど、はい、こうやはりですねこの、
特定の例えば広沢さんに対しての質問だったりとか、うんまあ、まるちゃんに質問だったりとかいろいろ来ているので、うんはいまあ、それぞれですねちょっと気になるものあればですねぜひちょっと読んでいただけたらなと思います。はい、じゃあ誰かありますか。早速広沢さんからいきます。私から、はい、そうですね、じゃあこれいきますか、はい、広沢さんは何を基準にその日のコーデを組みますか。はい、グッドン大好きです。お、はい、ありがとうございます。いやこれはもう広沢さんへのご指名指名ですね、はい、そうですね、まあ、いつもヘンテコリンなね格好してるんで皆さん、はい、思ってらっしゃると思うんですけど、はいうんそうですね僕、うん、洋服よりね、はい、結構音楽がやっぱり好きで、うん、参考にしているのがミュージシャンなんですよ、はいはい、でその前の晩に聴いてる音楽に結構影響されてるんですよね、あ、じゃあその音楽のテイストとかで、うん、そうそうそう、うん、でジャンルはねいろいろ聴くんで、はいうんうん、だからそのもう前の日に聴いてたのが、はい、多分もう頭に残ってるので、はい、必然的に朝選ぶものがそうなる、はいですね、なるほど、はい、毎晩聞かれるんですね。もうあの通勤の時にね、はいはいはい、やっぱり音楽聴いて通勤してますから、はいはい、じゃあこうたまにこうちょっとヒッピー調な時とかそういった音楽聴いてたりみたいな、はい、そうそうだから、はいはい、ねこの間収録の時も YouTube、はいはい、ちょっとヒッピーっぽいポイント来たりとかあの時は70年代です、ね、そうですね、はい、パンクなんで、はあ、あなるほどそうなんですよ、うんいやでもこう幅が広いですよね、うん、結構、まあ、もちろんミリタリーも着てますし、そうです、そう、古着全般、はい、だ基本的にこれっていうのはないんですよ、うん、私は、うん、もうこう楽しく着るっていうのがやっぱり一番ですよね、まあ、そうですね、はいうんまあ、でもなんかこうやっぱり好きなものっていうものがこう服で表現できてるっていう意味では音楽っていうのはすごい、うんうん、分かるなと。そうなんですよ、うんそうですね、まあねすごくこう、うん、音楽とか、はい、映画とか、うんうんやっぱすごくこうリンクしてて、うんうんうん、でちょうどね今発売されてる雑誌のセカンドさんで、はいサブスクのおすすめ映画っていうことでインタビュー受けてるんで、皆さんチェックしてみてください、そうなんちょうど今発売してるやつ、あセカンドの今月号、あちょっと今月チェックして、私のルーツが分かると思います映画のルーツっていうことですね、映画、はい、だからもうその映画に影響を受けて、はい、こうファッションに目覚めたっていう、はい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 、じゃあおすすめサブスクってじゃあ結構そういうネット配信系のやつとかいろいろ見てるんですか。もともとね昔リアルタイムじゃないか、はい、レンタルとかで見てて、はいうんまあ、たまに見ますね、うんうん、確かに、まあ、今でも本当にこう結構早い最新作とかもすぐ見れるようになるからすごいですよね、うん、すごいですね。そうでも映画見るんですけど意外と昔のものしか見なくて、あまあ、でも確かに名作って呼ばれるものはやっぱり今の時代でもこう結構やっぱ世代超えて愛されてるというか、うん、そうですね、まあ、ただその内容はもちろんなんですけど、はい、結構そのどこが舞台になってるかで結構選ぶことが多いんですよ、まあ、そうですね、だそこがニューヨークだったり、はい、こうカリフォルニアだったり、はい、あと年代ですね、はい、80年代、うん、70年代なのかっていう、はい、だその当時のねこう街並みとか、はいはい、こう確かに着てる服とか、はい、だそういうの見るのがすごく好きですね、はい、いいっすね。自分も昔多分それこそ映画結構見てて、うん、だ同世代だからさ、そうそう、でもなんか今振り返ってみてようやくなんかそこが見えてきたんです、うん、昔は多分内容だったり自分はどちらかって言ったらその主人公の学校よ、うんまあ、そうそういうファッション系あんま注目してなかったんですけど、うんうんうん、だ私もそうですよ、だから再びなんかね見ると面白いしファッションも面白いし、うん、そうそう全部面白いです、ね、建物とか車とか、うん、ね面白いですよね、はい、面白い見方すると、はい、確かにこう時代考証がすごいしっかり作り込まれてるやつがやっぱりこう仕上がりがいいというか、なのでもう決して雑誌を見たり、はい、なんかこうトレンドだからっていうんでコーディネート一切しないですね、はい、大映画だったり、まあ、音楽が多いかな、うん、やっぱり、まあ、でも言われてましたもんね、そのグッドオン自体は結構シンプルな服装だから、そうです、まあね26年やっぱりこう究極なシンプルなものしか作ってないんで、まあね、こうやって皆さんミスターって言っていただける、はい、まあ、本人がね、うん、はい、なんかこうシンプルだったら見てる方も面白くないかなと思って、はいはい、なんか年々派手になっててますね、あ、まあ、でもまあそれが似合ってるからいいですね、まあ、そうですね、はい、まあ、でもすごいですよね、あの結構な、うん、お子さんと結構一緒によくお出かけしたりとか、はい、だから結構じゃあお父さん派手だねみたいなこうあるじゃないですか、どうなんでしょう、近所の方とか家族もそうですけども普通なんでしょうね、もう慣れてる、ね、見慣れてる、 あれが、うん、はい、なるほど、すごい、じゃあということで、じゃあこの広沢さんの基準っていうのはこの映画がルーツと音楽ですね、音楽と映画ですね、なるほど、じゃあ他には何か2人は何かありますか。自分はあこれしましょうかね、あの
ランプさんからですね、はい、ちょっとバンダナの巻き方についてご教授いただけますかって、いつも首元が素敵です、 ありがとうございます、うん、これなんですけれども、自分最近ちょっとちょうど今バンダナしてて、うん、はい、ちょっと自分最近巻く場合も結構あるんですけど、基本的にこれがあれば悩まないです、リング、ね、なるほど、これは意外とシンプルにですね、この首元巻いたりとかするとどうしても何て言うんですかね、これちょっと大判なんですけど、ここが巻いたなんか先がこう見えてくるんですよ、うん、T シャツ目浮いてきたりとか、それがどうしても疎い時があったりとかするので、うんうん、自分は基本的にこのリングもうちょっと小指に入らないぐらいちっちゃいリングとかがあればなおいいよくて、ね、そこでこうやって通してまとめるだけで結構いいですよ、これこれちょっと大判なんで結構ねもたつくかもですけど、うん、こんな感じで入れるだけで、うん、このバンダナの色だけをここに差しになってくれるので、この付け方は結構おすすめです、すごい、なんかあの、はい、結びもできないから結構すっきりしてるっていうか、そうですそうです、うん、結んだりとかも好きなんですけど、まあ、基本最近はちょっと割とリングが多いですね、はい、なんかこうウエスタンとかにもルーツがありそうな感じですよね。そうなんですよ、ウエスタンのそのダブルアレルとか、そうなんかたまに出てるんですけれども、うん、そこはやっぱ武骨釣りでくるので、ちょっとこう小指になんかほんと細いリングとかであれば、こんな感じであんま見えずになんかちょっとさりげなさを出せれるかなと思っておすすめです、うん、なるほど、はい、結構具体的なアドバイスになりましたね、はい、そっか、バンダナ使いか。でもバンダナ結構やっぱり最近なんか寺井さんもそうですけど、結構古いバンダナ集めてるって人結構いらっしゃいますもんね。いやー、バンダナ好きはやっぱりね、なんかこれちょっと奥深いんですけど、喋ったら、はい、あのバンダナにはまり出すと耳付きなのか付きじゃないとか、年代ももちろんあるんですけど、はい、さらにそこで耳がついてるかついてないかで、うん、もうその自分基本的に耳がついてないとちょっと興味が湧かない派なんで、うん、はい、まあちょっと細かくいくとですね、あとドットだったりとか最近で言うとクッキー柄がもうマジで希少になってたりとか、クッキー柄、はい、お菓子のクッキー、お菓子のクッキー柄のバンダナが昔は結構ね、うん、安価で2000円台で買えてたんですけど、うん、それが今もう結構あの古着屋で行くといいところはもう8000、1万とか6000だったりとか、あ、そういうなんか結構特定のデザインっていうか、デザインとかがですね、ペイズリとか、まあ、そういった人気柄っていうのがありまして、特にクッキーは今ね、なんかちょっとね絶滅種にあなりつつありますね。でもあの、はい、それこそネイジャパが作ったバンダナってあれ耳つきでしたよね、うんうん、耳つきそうそうそう、なんで買ったんですよ、あれだからすごいいいなって、はい、今愛用してますけど、うんうん、ああいうのでなんかうちでもじゃあこう、うんうん、LL とデザインというかクッキーモチーフとか、ね、やる時にはぜひぜひもう耳つきで、はい、できれば両耳にしたいんですけど、でもなんか売れそうじゃない、はい、もういつも開いてるからさ、いやいやそうなんですけど、自分もちょっとこだわりすぎるんで、やるんだったら両耳にしたいんですよ、はい、そしたらさらになんかこう手なんかコストが合わないというか、うん、効率がそうなんですよ、生地足とか、はい、合わなくなっちゃうので、うん、ちょっとどこまでできるかあれなんですけど、うん、最低限でも片耳はしたいですね、うん、なるほどね、バンダナいいですよね、バンダナ作りたいな、最近なんかねいいっすよ、パンダのハマったらいいっすよ、はい、巻いたことないですけどね似合いそうですけどね似合いそうですか、似合いそう、夏場とか普通にハンカチ代わりにもなるし、はい、持ってて、うん、はい、絶対使えるアイテムですもんね、うん、そうなんですよ、いいから持ってたじゃんNG のやつでもいっぱい持ってましたもんね、うん、NG のやつですよそれ、それ巻いてみましょうかね、はい、手ぬぐいもいいかもしれないですよ、手ぬぐい、手ぬぐいの方が自分使ってますもんね、それこそは本当あの、はい、濡れてもこう、うん、振り回せばすぐ乾くみたいな、はい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 、農作業の時とかいいですよ、はい、いやでもそうですね、うん、まあ、ファッションでも使えるので、うん、バンダナはいっぱい、まあ、なんか集める方多いみたいですね、やっぱいいですね、まあ、こういうグッズもぜひ作ってみたいな、うん、はいはい、作ってみたいですね、うん、はい、では続いてはまるちゃん何かありますか。洋服の勉強はどこで学んだんですかっていう質問。洋服の勉強ってどこで学ぶんですか。専門学校で学んだんですか。まあでも確かに専門、まあ、でも専門学校出てないですからね。あ、まあ、洋服系の学校でも出てないから。うん、そうなんですね。そうです。はい、もう普通の工業大学出ちゃってますんで。はいはい、確かにそういう意味では、はい、僕一応服飾学校ですけど、うん、あの多分少数ですよね、多分そういったとこ行ってない方の方が、うん、多分うちの会社もほとんどなんじゃないかな、ほとんど私もいないです、はい、あ、そうなんですね、はい、ある意味このどこで洋服作りを学んだかというか、はい、まあ、実際今そのアパレルメーカーであるじゃないですか、うん、でブランドやってるわけですけど、はい、やっぱそれはもう実際にこの現場で学んでいったというか、まあ好きでずっとやってたらそうそう、だからもう好きだったからね、身についてきたっていうのが
あれですかね、うんはい、自分もちょっと自分のブランドで作ったりとかしてるんですけど、はい、分からないものとか調べたりとか、うんうん、いろいろ聞いたりとかしてるうちに身についてきて、なんか身についてきてる感じです、うん、それこそもう広沢さんこそ26年もやってるから、そうです、ね、最初は何も入らないままで入ってて、うん、まあでもそもそも入る前からやっぱり若い時古着が好きだったり、うんうんうん、やっぱ洋服が大好きだったんで、うん、そうですね、昔って店員さんがいろいろ教えてくれたっていうのが、そうそう昔はそう、うんうん、一番じゃないかな、お店の方たちにいろいろ教えてもらったね、はい、やっぱり情報がなかったんですよね、うん、雑誌か店員に聞くか、確かに、はい、ネットもそんなに発達してない時代だった、うんうんうん、ネットなかったよ、はい、そうネットなんかないからね、そうなんですよね、あれすごい、はい、確かにそういう意味ではこう最近はもう SNS とか、まあ、ネットでもこう情報も仕入れられるから、結構その地域で の, その差がなくなりつつあるなと、うんうん、そうね、そうです、それこそ前はもう東京がにいないともう話についていけないみたいな、うん、あったと思いますけど、うんうん、でもなんか昔はそれぞれほら、はい、東京のスタイルとか、うんうん、関西、はいはいはい、あと九州って、はいはい、だから雑誌もなんか全国特集してたね、うんうん、あったそうね、そういうのがあったんですね、福岡熊本あたりってなんかイメージ的で言うとこう、はい、古着の街っていう、確かにやっぱイメージが強いですね、はいはい、うん、熊本は特にそうかもしれない、ね、なんかそんな感じですよね、はい、熊本は確かに、熊本は確かにです、上通りあたりもフィンテージショップ結構ありますし、うんうんうん、でも確かに本当にそういうようなお店の方とかも全然その専門的な勉強したことないよみたいな人ほとんどだと思うから、案外やっぱ好きだったら自然に身につくし、好きで調べて、好きで調べて、うん、頭に入ってっていう、 そ, う、ね、そこでセグメント勉強じゃないけど、うん、まあ、自然に覚えてったとか、そうですね、うん、いう感じですね、うん、まあ、これは洋服じゃなくても何にでも言えることかもしれないですけど、好きだったらなんか調べようとしたりとか、うんうん、そこからね、あの知識を得たりとかする場合が多いですね、はい、まあ、じゃあそのいう点ではそれに続いてですけど、この知識がなくても洋服屋で働けますかっていうようなことですけど、働けます、はい、全然働けます、はい、こうグッドオンさんとかってこう、はい、店舗のスタッフさんとかって募集してるんですか、今ちょうどしてます、ああ、それともお寄せください、普通にあの、はい、面接続きました、働きたいんですみたいな感じで、そうですね、うん、はい、へえ、そういった時にやっぱ麺についてある程度教えるんですか、やっぱ、いや、もちろん叩き込みますよ、はい、グッドイズムを、はい、まあでもそうですよね、特にやっぱりこだわりがあるブランドだから、そういう背景は当然知識として知っておかないといけないから、うん、でももうワイパーさんしっかりネイジャパとかでね、はい、散々紹介してるんで、うん、これ見なさいみたいな、あ、逆にですね、逆に、はい、あ、はい、そういう点もあります、ね、でも全然もういけますよね、はい、はい、うん、もういけますね、勢いでいけます、はい、え、こう逆にその過去とかに例えばこうお客さんからこうスタッフになった人とかっていたりしました、ね、うちはないですね、うん、なんかこうここのブランドが好きなんですみたいな感じでこう、うん、あ、ワイパーさんはあるんじゃない、いつも、あ、どうなんですかね、あ、でもまあ数人、あ、でも、そうそう、はい、ハヤトって倉庫のやつは昔お客さんだったんです、はいはい、あ、そうなんですね、そうです、でそこからいきなり面接に来て、うん、ウェブの担当で面接に来たんかな、うんうん、はいはい、でもう全然ウェブとかできませんみたいになって、はい、熱意で来た感じ、いや知りませんけどみたいな、はいはいはい、えみたいになって社長がなったらしくて、うんうん、それで帰ってたら、いや、うん、倉庫人いるみたいな言われて、うん、欲しいですって、うん、はい、こいつ雇ったらって言われて、はいはい、そっからスタート、ー、なるほど、だから結構昔お客さんだった、うんうん、大学生だった時かな、うんうん、で大学2年か3年ぐらいの時に入ってきてみたいな感じですね、どれぐらいこう先輩後輩 の, この期間として空いてるんですか、あいつが就職だから白金ってもともとあったところからこっちに移動してきて、うんうん、あいつすぐ辞めてるんで、はい、どれぐらいかな、 3,4 年ぐらい、あ、3年ないぐらいかな、ないぐらいで、あ、でその就職してちょっと離れ、福岡離れて、うん、なるほど、で帰ってきて、確かにそういった意味では、うん、結構そのそれこそこの間中村さんとかと昔話してたと思うけど、はい、その、はい、マルちゃんに関しては大学でアルバイトで入った、そうです、そのなんかな何を見て入ったんですか、いや、もうとりあえず先輩、あ、なるほど、あ、じゃあそれも共通の知り合いから、うん、あ、なるほど、じゃあ中村さんみたいな感じで自然と入って、はい、そうです、商人橋通りで台車を押し歩いてた、はい、台車高いやつ乗せて段、はい、ボール、あー、
それこそじゃあ結構本当にそのスタートの頃の、はい、いやもう本当そうですよ。スタートはね、何も知らなくても毎回段ボール倒してましたもんね、はい、道をうわっって、はい、でもそういった意味ではこうグッドオンさんも結構もうだいぶ歴史としては長いと思うんですけど、うんうんうん、もう広沢さんはじゃあそれもまあ初期からずっとやってるわけですけど、はい、なんかこう初期の頃のこう苦労話みたいなそういうのがあったらぜひ聞きたいなと思って。いやもう苦労の連続でしかないんですけど、はい、いやそもそももう26年前に作った時は全く売れなかったですよ、はい、やっぱり、うんうん、もうそこがとにかくもう一番苦労しましたよね、うん、とにかくこう全国のお洋服屋さんに扱っていただくっていう、もうそこがもう一番苦労しましたし、だ入社して1週間染め工場行ってましたね。ああなるほど。それもうじゃあ基本的にはもうその当時からやはり製法もほとんど変わらずで。そうです、もうあの今と変わらず製法でスタートしてますから、グッドオンの出来上がりからずっと関わってるっていう感じですかね。そしたらもう試行錯誤のも連続なんで、もう黒しかないですね。そうなんですよ、はい、まあ、ちょっとこう染めで問題があるともうすぐ飛んでってとか、はいはいはい、なんか縮みだったりとかいろいろ面の特性とか、本当だから1週間もう、そうそうじゃない、あの工場に直行直帰みたいなのを、はい、ほぼ向こうに出向してる。そう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 、なんとかもうしょっちゅうでしたね。あと検品品もしたりとか、うん、はい、まあ、今はね作る量も増えたりしてるんで全部こう委託してますけど、うん、はい、結構自分たちでやってましたからね、出荷もやってましたよね。なるほど、はいはいはい、なんならもうじゃあ検品して畳んで入れてみたいな、出荷してみたいな、もう卸しが先に、そうか、はい、まあ、でもやっぱりどこもスタートはやっぱりそれぐらいの書店の方がありますね。でもやっぱりそういう下積みというか歴史がないとやっぱりね、うんうんうん、やっぱ出来上がらないと思いますよ、うん、はい、うん、そうですね。まあ、筐体はちょっと違くてもなんかあれですもんね、卸からスタートなんですか、そうしたこと。そうですよ、はい、うーん、だからなんかまたあれですもんね、うん、そういったの取引先さんだからトラブルが起きたらもうちょっともう直で届けに行ったりとかそうそうそう、もちろんもちろんもちろん、はい、じゃあ結構そのなんていうか、あのもう最初にじゃあブランド始めてそれがこう浸透するまでがやっぱり結構大変だった、うん、いやだから10年かかりましたよね。あ、はい、まあ、10年でちょっとスランプ入って、はい、もうどうしようかなと思って、いやそもそもスタートがメイドイン USA だったんですよ我々、はい、あ、うん、あ、生産もじゃあアメリカ、そうです、もう全てがアメリカで、はい、あの染めだけは国内でやってたんですけど、はい、なんか スタート時がもうそのメイドイン USA で作るっていう縛りがあったんで、うん、まあ、10年経つとね世の中いろいろ変わって、はい、その為替だったり、はい、その面が高騰したり、はいはい、だ作るもの全てが結構高くなっちゃって、はい、全然売れなくなっちゃって、はい、どうしようかなってすごいスランプでしたよ、はい、でまあ、はい、ちょっとねこういろんな人から意見を聞いたり、はい、まあ、改めて自分をこう俯瞰で見るブランド、はい、だからやっぱファンの方たちがやっぱ10年でついてたんで、やっぱりこう新しいものを適正な価格でっていうところでその生産をアメリカからこう一部日本に移したんですよ、うんうん、結構それ当時としてじゃ結構思い切った判断、うん、思い切りましたよ。だからもう絶対日本では作らない、うん、作っちゃいけないと思ってたので、意外とやっぱ10年経ったらあのファンの方たちはそんなことよりもなんかこう新作が欲しいとか、うん、はいはい、だその一部日本に移すことによってそのものづくりの幅が広がったんですよ。アメリカではもうこれしかできない、うん、これはできない、はい、っていうのがこう作れるアイテムの幅が広がり、うん、でなおかつこう価格が適正になったんで、うん、そこからちょっとやっぱこうグッと上がってたんですね。あ、まあ、じゃあ結構前向きなこういい方向転換になった。そうですね、うん、まあ、でもなんならむしろ日本製の方が結構物も良くなったりとか。そうなんです。縫製はあんまり言っちゃいけない、アメリカ人はああいう感じなんで、はいはい、そう良くも悪くも糸始末だったりとか、そうそう、ね、はい、まあ、でもそのやっぱり米麺らしさは残しつつだからある意味すごいこういい感じ、はい、うんうん、だからその、はい、ね、使ってある素材はアメリカのやつなんで今も、うんうんうん、まあ、見た目は全然変わらないんですけども、はい、まあ、さっき言ったようにこうしっかり、ね、縫製がされてたりとか、うん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 、あとそのスケジュールですよね。はいはい、そうかそうか、確かに生産スケジュールがやっぱり大雑把ですもんね。そう、日本のが正確なんで、はい、いやなんか、まあ、自分たちもなかなかやっぱアメリカ生産ってできてないですけど、うん、こうアメリカの工場とかのこうハンドリングってめちゃくちゃ大変そうだなって思って、とにかくアメリカ人を働かせるっていうのが一番大変でしたよ、はい、大雑把なんですよ。自分もいろいろインポートモード入れたりとかするから経験がありますけど、なんかそっかそっか、出荷にしたって、そう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 、アバウト、はい、
あの荷物届くじゃないですか、でこうポケティとか、もうポケット真ん中ついてたりとか、こう斜めについてたりとか、当たり前なんで、そうそう、あとアメリカって袋詰めして無印しないんですよ、そうそう、裸で来て、裸で来て、箱ごとに全部裸に来るから、だ10枚束で、そう、あれ大変ですね、畳も。それでね、1回、やっぱ1回、何回かやっぱ工場行ったんですよ、当時、アメリカのね。でこう工場があって、ミシンがこう、ね、何十台なのって、みんなこう縫ってるわけですよ、で当時でいうウォークマンですよね、みんなウォークマン聞きながら縫ってるわけですよ、それ曲がるわみたいな、まあノリがいい感じでは、そうそう、で日本では絶対ないんだけど、こう時間になってチャイムが鳴るわけですよ、でそうすると日本の人は絶対ないと思うんです、あとちょっとやったら終わりなんですけど、チャイムが鳴ったらやめて帰っちゃうんですよ、そう途中だとしてもみたいな、あとちょっと縫い終わりそうです、そうでもそれヨーロッパも一緒ですね、うん、あそうですね、うん、まあ、いかに日本人が真面目かっていうのは、アジアは真面目、うん、はい、すごいいいですね、いやそれ面白いな、はい、だってそのグッドオンのスタート以前は結構そういったその輸入とかも、ね、そうです、もともと我々インポーターですから、古着も入れたり、はい、当時ね90年代アメカジブームでしたから、当時いろんなものを、インポートしてましたね、それこそ MA1 とかね、ああミリタリーもよく入れてましたよ、倉庫もあさりにいたりとか、結構そう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 、そう、なんか結構最近本当になんか、まあ、YouTube とかでも結構買い付けに行きますみたいなとかやってたりしますけど、やっぱりなんていうか、そういうなんか古着屋さん の, その小規模なものっていうよりか結構がっつりとこう仕入れていたような感じですか。そういうものもありますし、あのその、まあ、新品のを輸入してたんで、結構別注してたんで、そのメーカーに結構行ってたんですよ、なるほど、アメリカ国内の、で結構転々とするんで、その移動するときに、やっぱりこう古い街が通ったりするん で, でそういうとこでこうちょっとアンティークショップとか行ったりして、なるほど、買い付けもしたりとか、じゃあ本当そういうちょっと1点ずつピックするようなこともしつつ、結構大きいな仕入れ、だから週末はだからフリマに行って、だアメリカでいうマジックショーとかよく行ってました、だそこで買い付けして、で 週末はフリマ行って、でまた移動してって、だロスからニューヨーク移動してってみたいな、で道中に見つけると、だからファイヤーキングとかね結構出てくる、安く50セントとか、ね、で全部買って、で車に積んどいて、で夜な夜なモーテルで梱包するっていうのが、今未だに続けてるところがあるみたいですけど、ね、だから古着屋さんなんかみんなね、普通にやってらっしゃることも、ね、経験しましたよ、なかなかやっぱ大変ですよね、大変ですよ、もう本当に、フリマなんてだ何時起きたの、4時とかに起きて真っ暗なんですけど、ヘッドライトつけて行っていくっていう、それこそじゃあまさにそういうようなことを今あのケント君たちが備えしてきたみたいな、そうそうそう、そうか、じゃあ彼らもピックして、それを仕入れてっていう感じしてますね、いやでも今昔ほど多分価格は結構上がってるでしょうね、いやないんじゃないかな、ファイヤーキングなんかえらい高いと思うよ、めっちゃ高いですよね、はい、なるほど、じゃあ他に何か、はい、じゃあ2週目2週目いきましょうか、はい、ですね、ちょっと洋服以外で、広沢さん、福岡で好きな食べ物は何ですか、はい、私のおすすめはマンハッタンですマンハッタン美味しいですよね、これね、マンハッタン私も大好きです、はい、両雄パンのやつですね、はい、てかないんですよあれ、あ、ないですね、らしいですね、関東はないんで、うん、はい、うんうん、あとはもううまかっちゃんですね、豚骨のうまかっちゃん、あれはね本当に美味しいと思う、うまかっちゃん、うまかっちゃんはありますか向こう、たまに売ってるところがあったりとかするんですけど、まあ常時売ってるとかはもうほぼないですね、そっか、当たり前すぎてこうありがたみがあまり分かってなかったって、そうだからこのね滞在中も本当いろんなもの食べましたけど、元祖長め、そうですガン長も、ガン長も大好きですね、ガン長だって何日何連ちゃんか言ってたでしょ、3連ちゃんぐらい、3日目ちょっとね、どこ行きました、あの今天神にもありますよね、あ、両方行きました、長浜も行きましたし、あの今泉とこも行きましたし、あとウエスト行って、ウエスト行って、はいはい、それもイベントの、ね、当日の朝、マルちゃん
引っ張り出してウエスト行ったね。朝うどん、朝うどん、朝そばだ、朝そば、朝そばか、はい、そっか。でもウエストも結構やっぱりあれですもんね、はい、福岡来たらみんな行きたいって言いますもんね。まあそうですね、だからこんなに美味しいうどんがこんな価格でっていう、うん、だウエストもないんですよ、うん、まあ、あるらしいんですけど、うん、結構遠方らしくて、はい、東京では行ったことないんで、うん、本当牧野うどんとか東京行ってほしいんですけどね。あ、うん、で、まあ、あの価格で東京っていうとね、多分家賃がかかるでしょうから、うん、そうですね、なかなか難しいのかなと思いながら毎回来て、毎回行ってますけど、まあ、そうですね、はいはい、福岡のうどんって結構その柔らかいですけど、それはどうですか？いや大好きです。あ、なるほど、うん、結構好き嫌いが分かれるんですよね。あ、そうなんですか。結構皆さん、ね、は多分完全福岡という気がしますけどね、だしのね、はい、はい、やっぱ硬いのが好きって人もいれば、うん、こうやわやわが好きって人もいる。いや、あれはあれでよくないですか、はい、で、まあ、あのごぼ天と、はい、このね、ちょっと食感をこう、はい、楽しむっていう、うん、はい、いいね、うどん食べたくなってきます、はい、いいですね、うん、食べようかな、はい、じゃあ他は、あ、続きまして、自分はちょっとあれですね、ゾゾルの質問がちょっと一つあったので、ちょっとそこをピックアップしたいと思います。ゾゾで貯蔵ユーズドではなくヴィンテージとして古着が売られてるのでワイパーさんもできるっていう、これね、結論から言うとできないです。ゴロいいね、これね、なんか自分もちょっと出店どうしようからいろいろ交渉したりとか見てやってる、まあその確認はしてるんですけど、これはちょっと言っていいことかあれなんですけど、ベルベル人さんはちょっと特別枠で、なんか ZOZO タウン内でもユーズドではなくて、なんかそういったのができるかどうかの、まあ多分試し的な意味合いで、ベルベル人さんだけがなんか今出店してるんですよ、一点物が。その通常の販売で一点物を売ってるみたいな。そうそう、一点物、ユーズド、ZOZO ユーズドは、まあそれこそ古着、うん、まあ ZOZO での買ったお客様とか、お客さんから買い取った洋服をそのまま ZOZO ユーズで販売する別舞台があるんですけど、それではなくて、もう本当ベルベルさんが普通の商品と一緒に並べて、あ、まあ、売ってるんですけど、そこはもうちょっと特別枠みたいです。あ、なんでそう何度も足しはしたんですけど、うん、そのまだ ZOZO タウンがやっぱこう古着を本格的にどうするかがまだ決まってないらしいので、で個体差があるからね、そうそうそう、なかなかやっぱこうクレームの対象になりがちだもん、はい、そうでもなんでそのベルベル寺さんが多分試してやってるから、ね、テストとして、テストで、そうなんですよ、向こうで撮影するのもあれば ZOZO って舞台がでかいので、うん、もう古着ってやっぱ ZOZO で全部撮ってくれる、うん、である程度状態も変えてくれるので、うん、まあそういった部分でやれてるんじゃないかなと。まず古着着ない人が買ったらまず、まあ、そうですね、そう、汚いみたいな、そう、はい、あと匂いとかですね、いろんな、なんか部分があるので、自分もちょっとね、慣れとけばいいですけどね、そう、ユーズドをぜひ出したい気持ちはめちゃくちゃありますけど、うんうん、幅も広がるし、うん、なんでちょっと ZOZO はね、商品の幅はちょっと限定されてますね。なるほど、はい、そっか、この ZOZO ユーズドはどちらかっていうと、あのお客さんがこう売った、あの買い取ってもらったものがそのまま出てるみたいな、だからそうです、ね、お店で出してるっていうよりか結構個人間での、そうそうそう、まあ、B2C2B みたいな感じ。そうです、あと ZOZO でなんか買ったら、なんかこう前買った商品もこの価格で買い取りますよみたいな感じで親切に出てきてくれるので、うん、まあ大体安いんですけどね、うん、でそれでもなんかいらんからって、なんか別にメルカリ出すのもめんどくさいしなったら、うん、ZOZO で買う時と一緒にそれを送ればその分安くなったりとかするので、うんうん、まあ結構 ZOZO ユーズドは好調らしいですね。でも物によって本当ヴィンテージあったりとかしますね、うん、なんかリーバイスとかコンバスとか本当物によるんですけど、あのブラック357だったりとか、うんうん、でもちょっと穴場なんですけど、本当なんか注意深く見てたら案外のものがちょっとユズドでコロコロ広がってます。じゃあもうセカストさんとかこうメルカリとかとはまた違う感じ、また違う感覚です。これちょっと知らない方多いと思うんですけど、ちょっとユズド意外となんかこう穴場的なものがあったりとかしますので、はい、チェックしてみてください。でも古着流行ってますしね、こうなんかそういう二次流通って多分見逃せないと思うから、うん、そう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 、なんかいずれは多分ゾゾも考えてくれるかなと思うんですけ ど、 なるほど、まだ今の段階ではちょっとそのうちはまだできないみたいです。なるほど。やりたいです。そうですね。はい。はい。ちょっとの営業の担当の方、ご趣味、もし見られたら、見てるお願いします。やっていいのかい？はい。よろしくお願いします。はい。やりましょうって来るかもしれないです。そうですね。YouTube 見ました。いや、でも何回もなんかね、確認をしてるから、おそらくダメかな。はい。いやでもこう案外これ見てる人多いらしいですからね、うん、ワイパーラジオにしても。あ、そうですよ、なんか自分の担当営業さんもうちのファンなんで、はい、結構細かくチェックしてくれてます。はい、だから今朝も広沢さん声かけられたらしいですもんね、うん、そうなんですよ、朝、はい、あのホテル界隈お散歩してたら、うん、あの
いつも見てますってお声掛けしていただきましてはい、はい、ありがとうございますって、はい、びっくりしますびっくりしま す, す, す、ね、ありがとうございますありがとうございます。見てるかもしれないですもんね、はい、見てるかもしれない、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ丸ちゃん何かありますか、はい、夏に狙ってるトップスはということで、あ、今年の夏、はい、なんですかね、はい、個人的にリンガーティーを集めてて、でもなんかでかいサイズがないっていうね、ないですね、なるほど、確かに作れないかなと思ってるんですけど、ちょっとピチピチしかないですもんね、うん、リンガーティーといえばこの間グッドオンさん展示会いい感じのやつ、そうですね、うん、はい、あれサイズも結構良さげじゃないですか、うん、普通に通常の S から XL までやってるんですけど、はいはい、あ、それこそなんかはなんか先ほどのなんかコメントもありましたけど XXL のね、リバーシブルティーの 2XL ね、リバーシブルティーの 2XL ね、そうそう、でも別のなんか普通のなんかインラインの方でも XXL までもあったら、そうなんですよ、だからこのイベント2日間テント出させていただいて、ね、はい、接客させていただいたんですけど、はい、本当に皆さん結構大きい方が多くて、もう XL だと結構普通だからちょっとゆったりっていうとやっぱ 2XL のお客様が非常に多かったんで、ちょっとやっぱりね、東京帰ってちょっといろいろ社内で検討したいと思いますね。やっぱりこう傾向がそれぞれで違うというか、まあ、うちのお客さんは結構大きめを選びがち、そうですね、まあ、どうしてもね、皆さんこうミリタリーものを着用してるんで、まあ、必然的にちょっとゆったりっていう方が多かったなって見受けられました。それ以前になんかね、大きいですもんね、結構大きい方多いですよ、そう、体自体が大きいというかまあだからこそ身長だったりとか、そうそうそうかもしれないですね、はい、そうなんですね。ちょっと今のところリバーシブルティの 2XL の展開はこの展示会でも来ていただいたんですけど、はい、ないんですよ、ないですね、はい、来年も一応ない、ちょっと来年、ね、再来年東京戻ってちょっと、はい、社内で検討します。別注枠で、はい、別注枠、別注もうワイパーさん別注で、あ、はい、別注サイズただワイパーさんのやつはあるもんね、うん、リバーシブル、リバーシブルはあります、数学生まで、はい、ございます、はい、はい、まあ、でもリンガーティーは確かになんか あえてこうレトロなスポーティーな感じで着たいところがありますね、ピチピチなイメージがやっぱありますね、あ、まあ、古着のサイズもブーツカットとか、ね、なんかちょっとフレアパンツ履いてみたいな、どうしてもあの若かりし頃の LL ルーツの写真もあれ確かリンガーティーじゃなかったですけど、ダサいやつですねあ、確かあのスタイルですね、ちょっとピチピチピチ出ましたもんね、はい、あれも。でもリンガーティー着てインスタとか載せてたら、はい、まあ、これ私物のやつなんですけど、はい、これ買えますか、はい、って言われて、ああ、はいはい、でもまあ売っちゃえば、はい、着てるかもしれないですね、そういうトリミングされた T シャツで、まあ、ここら辺なんで、はい、まあ、2XL とかもなかなかないんで、はい、マルちゃんファン多いもんね、うん、確かに、はい、すぐ買っちゃいますみんな、はい、でもなんかね、うちのリバーシブ T でちょっと折ればリンガティっぽくなりますもんね、うん、ああ折り返して、そうそうそう、折り返して、はい、そうですね、なりますよ。他皆さんなんか狙ってるアイテムとかないんですか、トップス、トップス番長はもう何でも狙ってますから、自分自分ね物欲の塊、物欲の文字塊です、ね、ちょっとまあね、はい、ロンティですけどこれ可愛いなと思って購入しました。あ、ありがとうございます、はい、これいいですよ、はい、シルエットが非常にちょうど先日、ちょうどこの収録した前日にサイン入荷したんですけど、そうですね、うん、これ半袖もありました、そう、半袖も好調ですね、はい、今、なんならあの LL とフェイスプリントもあります、はい、ね、そう、お土産様で撮影したもんね、はい、撮影してました、はいはい、これ結構、はい、気に入って、はい、うん、いいですね、しかもこうヒロさんのモックネックとかも結構多分着こなしちゃう、うんうん、そう、しかも 3XL のちょっとあのサイズを切ってるので、うん、ちょっとね、うちの妻の方も欲しいって言って、うん、ちょっと生地感もいいし、生地感マジいいですよ、これ、うん、いいっすね、気持ち、はい、おすすめです、おすすめ、嫁さんプリント入りじゃなくていいんですか、いや、どっちも買いました、旦那のどっちも買いましたね、次なんかこうね、単純友達 の結婚式があるんですけど、うん、二次会にうちらそれをちょっと揃ってから着ようかっていう話はしてますもう主役完全に奪う系で出ていく一応パターンになるかと思うんですけど、はい、旗から見たらえみたいな、こうなるんですそう自分のプリント入れてるんですね、はい、みたいなあ、自分でも狙って、今すぐ狙ってるトップス1個ありますよ、自分のあれ、自分のあれじゃなくてですね、あの中村さん の, あのリメイクのやつ、リメイク、中村リメイク、シャンブレーのシャツ、あ、シャツ、はい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 、あれいいなと、やっぱ見る旅を思うから、あれはちょっと買おうかなと思ってます、
多分これもですね、うん、おそらくこの放送の翌週ぐらいにはですね、うん、販売できると思います、うんうん、中村リメイクのシャンブレ、はいはい、あれってタグも移動させて、そう移動させたりとか、そう結構手間かかってますよ、結構いいんですよ、なんか普通で個人レベルでやろうとしたら多分高くなると思うので、結構なるですね、そうそう、ラウンドしてますもんね、うん、結構長めのラウンドなんで、うんうん、でそこをボックスシルエットに切って、うん、なんか出したまんま出しっぱなしで、うん、着用できるので、あれはマジですよ、なんか見るたびにやっぱ欲しくなる、うん、なんかまさか切ってるの、はい、いいですよね、はい、ちなみに僕はですね半袖のスウェットをなんかまた欲しいなって思ってて、半袖スウェットありますよ、欲しいですか、ね、そうそうそうありますで、ただ僕結構厚がりで、なんか無理ですよ、多分絶対無理ですよ、ちょうどいい厚みのやつないかな、はい、あるある、だ薄いよ、グッドの、あ薄めの、あいいですね、いいで、リブのテンションもそんなきつくないんで、はい、ほんと T シャツ感覚で着れる、はい、いいやつあるんで、あのバイヤーに、バイヤーにちょっと、はい、入れましょう、はい、それこそ自分はヴィンテージの古着のリバースイーブの半袖、はいはい、そもそもの半袖のやつあったんじゃないですか、はいはい、それ持ってるんですけど1着だけ、暑いしね、暑いんですよ、マジで暑すぎて、めちゃくちゃ可愛いですけど、真夏はもう、しかも肝でしょ、あれ肝です、ね、リバースイーブだからですね、そうだよね、はい、入るじゃないで、そうそうそう、はい、リバースイーブと全く同じ仕様で、なんであれなんか半袖作ったんですかね、なんだろうね、カリフォルニアとかカラッとしてるからですかね、だまあ気候が違うっていうのはもう絶対そうだと思うんですけど、日本で着れない、だからそれこそリバーシブルもね、古いやついっぱい持ってるんだけど着れないですもんね、暑くて、ワイパーさんは着れますよグッドも改良されてますもんね、そう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 、はい、いいですね、でもまあね、あのスウェットね、いいと思います、だいいね、はい、そうたまにやっぱこうたまに着たいなと思うんですけど、結局なんか持っててもあんま着ないみたいなことが多くて、うん、いやいや着やすいのが、そう、夏はタンクトップ多いからな、まあ、新品で見かけないですよね、うん、そうあんまつくやっぱそういった意味でなかなかこうちょっとアイテム的に矛盾してるんですよ、うん、夏なのに暑いと、うん、確かに確かに、はい、そうなんで、まあ、いいのがあるんだったらグッドンちょっとチェックしてみたいと思います、はいはい、では、他に何かありますか、これ結構広沢さん指名の質問も結構来てますよ、多いですね、はい、やはりね、あのまたイベントやってくださいですとか、ポップアップやってくださいっていうことが非常に多いですね、うん、確かに、うん、であとランプさんから、丸店長にお願いです、ワイパー別注のグッドンティーの企画をお願いします、なるほど、だからお店で買えるやつってことかな、だから店舗限定企画みたいな、だ今後そういうのもありかなっていう ね、 うね、だからあのタクトがね、はい、うん、書いたやつも 2XL は、ね、うんうんうん、もうなくなっちゃいました、丸ちゃんのリクエストでしたから、あれじゃあ結構ワイパー店舗限定アイテム、で完売しちゃいました、ね、完売しちゃって通常のサイズだけはまだありますけどね、まあ、でも確かになんか ここまで結構き、あのすぐにコンタクト取れるような関係でもあるから、うん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 、でしかもプリントも国内でやってるから、そう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 、これくださいっつってそう、はい、丸別注がじゃあ丸別注いいんじゃないですか、やっぱり丸の顔、はい、丸別注ちょっとイラスト化しましょうか、丸フェイス、はい、いや絶対なんか恵比寿様みたいな感じになるから、多分服がなんかこうね基礎な気がする、あいいじゃないですか、丸ライブ T 作ります、はい、丸ライブ T、 丸ライブ T 売れるかな、でもなんかそういうのの発売日に合わせてまた定期的にイベントは開催できればなと思いますね、確かに、まあ、今回は夏だったんで、はい、まあ、ワイパーさんを取り扱いの商品、ね、うんうんうん、置いたんですけど、今度冬とかね、うんうん、はい、そうですね、こう結構その店舗に関しても、うん、その今回初の試みでしたけど、その、うん、終わってる、まあ、LL とグッドの3社でしたけど、うん、なんか別にその毎回あの人を変えてでも、うん、なんかこううちでポップアップしてみたいみたいなようなこう人とかがいたら、そういったものも結構柔軟にやりたいなっていう感じはしてるんですね、面白いんじゃないですかね、面白いんじゃないですか、次はちょっと若いなんかインフルエンサーの方とか、はい、若い子でなんかちょっとファッションでなんかこう気になる人が何名かいらっしゃいまして、うん、ちょっと絡んだら面白いかなとは思いますけど ね、うん、はい、系統が全然違うんですけど、だからこそ面白いかなと思ったりとかします、何かしらのこう共通点があったらすごいこううちとしても新しいきっかけになると思うし、ですよね、うん、だと思います、いいですね、いやなんかいいですね、確かにちょっと今回のポップアップすごい週末面白かったし、はい、なんかこういった感じのイベント定期的にできたらいいなと、うんうん、いいですね、はい、まあ、店長が大変かもしれないけど、はい、もう地獄です、はい、設営準備、まあ、設営準備と撤去ですよね、はい、アルバイト募集しようかなと思いました、はい、確かにさすがにちょっともう店舗一人って結構さばききれなくなりつつある、今でも年、まあ、としみがいるんで、はい、なんとか、はい、うんうん、
やばい時は手伝ってもらって、うんうんうん、まあでも今回は前回のやつの方が大変だったんですよ。ネイジャパンのイベントの方が大変だったね。あれはほぼ一人でやって、はい、設営と撤去と、うんうん、今回は何人か手伝ってくれてやったんで、まあすんなりと、うんうん、終わったわ終わったんで。いや本当ね、まるちゃんにはもう感謝しかない、はい、もうよく働くから、まるちゃんは本当にだいぶ結構なんかもうコンビな感じの、はい、今日も今朝一緒に朝ごはん食べてきた。そうなんですよ。いやそもそも僕、うん、福岡来た時から迎えに来てくれたとか、うん、あそうですね、ずっと一緒、はい、今回まるちゃんと今日美味しかったね、はい、今日朝、うん、市場行ってきた。市場、あなるほど、いいです、ね、どこでしたっけ。沖尾食堂、あの長浜の市場、うんうん、港のところ、はい、うまいんですよ。いやありがとうございます本当に。あと自分からはこれですかね。おすすめのデニムブランドを教えてください。はい、お願いします。厚めで太いやつですって、うん。まあでもやっぱまずはリバイスじゃないですかね。そうですね、はいはい。まあ、その、うん。その点それこそ先日の、あの、はい、終わってるマンさんのデニム見ましたけど、はい、あれめっちゃいい。そうそう、あれいいです、うん、あれはもうその桃太郎ジーンズオテロと一緒のなんかこうジャパンブルーさんでやってるやつなんで間違いはないです。しかも16オンスっていうかなりめちゃくちゃ太いでなんかこう結構太めなんですよ、うん、彼やっぱもう流行りそういうの関係なしで、うん、もうなんかそこはアメカジナでは通す精神は強いので、あのデニム、終わってるまでデニムは太めで言うとめちゃくちゃおすすめですね、うん、あとコアなところで言うとコナズスイングファクトリー、あー、まあ、デニムファンの方でしたらみんなご存知だと思うんですけど、あそこのデニムも、ね、対戦モデルだったりとか結構太くてめちゃくちゃかっこいいですね、うん、あとはまあメジャーになってるところで言ったらまあその TCB とか、あとちょっと前ので言ったらスタジオダルチージャン、ダルチージャンさんとかも結構老舗で案外物いい、うん、案外っていうかもう老舗なんですね、うん、めちゃくちゃ物がいいんですよ。あんまそこまで知られてないだけで、うん、ダルチージャンさんだりとか、ダルチージャンって昔ワイパー取り扱ってましたね、うんうん、はい、やってましたけど今はやってないんじゃないかな、やってないですよね。で物はめちゃくちゃ多くて、うん、太い方には、はい、好きですね。あと TCB ジーンズとか、まあ、ウェアハウスとかもいいと思うんですけど、いっぱいあるね、はい、ルニームとかリゾルトとか、はい、その中で何を買っていいんですかね、はい、いやいやそうですね、まあでも高くてなんかめちゃくちゃ今なんかやっぱノリに乗ってるのはやっぱコナズスイングファクトリー、うん、でもちょっとなんか変わってるものが好きだったらやっぱ終わってるマンデニーパンとか、うん、オードが好きならリーバイス、ウェアハウス、うんとか各それぞれやっぱ太いラインのパンツあるんですけど、まあ、リゾルタさんとかは割と細めなんでちょっと、うん、系統が違うと思うんですけど、でいっぱいあります。なるほど、はい、アイオンハートさんとか名前ちょっとすいません、ちょっとあのブランド名前間違ったらいいんですけど、あそこも結構いいの作るんじゃないかなと思います、うん、はい、じゃあこれはここだけは結構ズボラ、はい、何かありますか。ズボラなところズボラなとこ、洋服脱ぎっぱなしとか あったね。これイベントの時もフィッティングにマリちゃん T シャツ脱ぎっぱなしだったよ、はい、あフィッティングルームでも、はい、いやもう着替えてなんか撮影してて、はい、もうそのまんまとか、ね、ああまあよくあるあるな話ですね。家ではもうむちゃくちゃ家事やってるんで、せっせかせっせか、はい、あそういえば結婚おめでとうございます。ちょっとコメントにもありましたけれども、 ありがとうございます、はい、奥さんの代わりに結構いろいろ家事をやれるんですね。いや休みの日だけですね。ああ休みの日だけ。だ広沢さんに言われて朝暇だったら散歩しって言われて、うんうん、毎朝5時起きてるっていうのね。5時起きてるんですよ。何してるんですか。ぼーっとしてます。そうだからお散歩でも行ったらって言って、うん、いやそんだけ早かったら1時間ぐらいちょっとブラッと。だから今日と散歩に出かけ、うんうんうん、ああ一緒ですよ起きる時間は。一緒なんですか。一緒だからもうそっ、うんと10時とかになったら眠い。そうだから今日もお散歩して一緒にご飯食べたでしょ、うんうん、もうだから直前寝眠そう。そうそうそう個人起きるとねこの時間帯マジね眠たくなりますもんね。結構起きてますからね、はい、すごい朝方人間なんだ。そういやそうなんですよ。年取るとそうなるんですよね、まあ、でも広沢さんも毎週だって週末ランニング朝してるんですよ。そうズボラっていうのはあんまりなくて、うん、むしろこうずっと動いてるから、うんうん、休みの日もほぼゆっくりしないんですよ。ですよね、うん、結構何かしらこうストーリーとかよく、うん、あの見ますけど何かやってますよね。何かやってる、うん、だからもうほんと毎日5時に起きてるんで、うん、で休みの日はもう、うん、土曜日はマラソン行って、うん、
で日曜日畑やったりとか、はい、でそれこそ僕も週末料理するんで、何かしらやってますね。すごい、みんなじゃあ結構しっかりして、だって LL さんだって結構週末は家族サービスや、あの可愛い畑仕事をやらない精を出して、ね、わんぱくすぎますよね。いや大変ですけどね。可愛かったな、はい、いやそうなんですよ、娘たちを今ねちょうどなんか古着に慣れさせようと思って、うん、セカスを連れて行ったりとかするんですけど、いやマジで恥ずかしいんですよ。セカスのなんかこう、うん、洋服、別の洋服屋さんもそうなんですけど、うんはい、洋服のラックにかくれんぼするんですよ。お客さんがいいかいないか、うん、もう中でめちゃくちゃ走り回ってるから、ほんと10分さっと見て、あ帰ろうって言って、あなるほど、で自分の見させてくれないっていう、うん、今ちょっと洋服にちょっと目覚めてて、私たちにスカートが欲しいって、はいはい、そこばっかり、この間も可愛らしいピンクのね着てたもんね。そうなんですよ、超派手なですね。で普段はなんか大変なんだろうなって意外な番長の一面を垣間見ましたけどね。いや双子ちゃんですもんね。双子ちゃんですね、うん、そっか。いや最後に会ったのが本当まだ赤ちゃんの頃で抱っこしてた頃だったから、あそうですね、うん、いきなり来た時、そう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 、あの時ですよね、はい、そこからだいぶ経ってますね、うん、3年ぐらい前ですか。そうですね、そうそうそう、はい、だから意外とだから逆にお子さんいらっしゃるともう休日はズボラができないよね。なるほど、できないですね、うん、でそれこそ自分も日曜日はね、あの霧のお父さんもそう、畑手伝ったりとか、うん、なんちゃってあの農家ですね。だからゆっくりすることないでしょ、番長も。いや週末はあんまないんですね。やっぱもう昼寝したいんですけど、ね、娘たちがまずさせてくれて、分かる分かる。めちゃくちゃ寝たいんですよ。はい、寝たいですけど、そう寝ないでってずっと言いますから。寝ないで。うちテレビも見せないから、テレビも見ないんですよ基本的には。だからなんかずっとなんか連れて行かされますね。うん、散歩行くか。絵が描かれてんじゃんよく。あなんか言ってましたね、そう落書きだったりとか、うん、これ描いてって自分もちょっとそこそこ絵が描けるから、うんいんだよね、なんか娘たちがなんかこれ描いてあれ描いてがもうリクエストが多いんですよ、うん、いやあんだけ上手に描けたら来るよ。いやだからそうなんか、ね、あんま暇できないんですよね。なんか本当は寝たいです、めちゃくちゃ10時間以上寝たいんです。寝れます10時間。あ多分寝れますね、腰痛くなりますけど。最近全然寝れないんですよ。年だよ。年だよ。それは年。一番年下なんですけど、この後からしたら。いや、寝れないですね、はい。すぐ目が覚めちゃいます。はあ、確かに。まあ、これは、はい、コーディネートで意識している色使いがあれば教えてください。うん、これでも結構皆さんいろいろ気にされてるんじゃないですか、うん、意識してる。またでも結構そういった意味ではこの多色使いというか色鮮やか、広沢さんも結構カラフルなイメージがあるんですね。僕は結構浮き違いなんで、まあ、あんまりもちろん考えるんですけど、うんうん、もうやっぱりありえない色使いとかは結構やりますね、うん、じゃああえてこうちょっとあえてやるっていう組み合わせもそうですもんね、うんうん、だから日々ねこう街歩いてたりとか何でもいいんですけど、なんか色の組み合わせってやっぱよく見ますよね、うんうんうん、もう洋服着てる人もそうですけど、はい、こう街中にある建物とか何でもなんですけど、色のコントラストっていうのは結構見てて、うん、あ やっぱさすがですね、うんはい、配色の組み合わせ、それこそ前に多分 LL ウッドが色彩に関してちょっと語った動画、ねはい、バンチョなんかすごいこだわってそうだけどね、うん、いやそうです、まあ、基本的には前言ってた色相感からして、うんうんまあ、それこそ自分も広沢さんと一緒ですよ、なんかこうおしゃれな方の色とか靴見てたりとか、うんうん、で建物の配色見たりとか、うん、自然界の色見たりとか、うんまあ、意識っていうかなんかちょっとこう見たりとかしますね、うん、確かに結構その自然に生まれた色っていうものってやっぱすごいやっぱみんなしっくりくるらしいですね、あそう動物とか、うん、なるほど毛の色とか、はいはい、とかなんでまあちょっとアースカラーとかまあなんかそういった色とかはやっぱね面白いですよね、うん、そういった意味では。鈴木さんは？あ、そうですね、自分はでもあんまりこう逆に色使わない方ですね、結構シンプルにまとめがちなんで、うんうんうんまあ、なんだろう派手な色も好きなんですけど、まあ、やっぱ自分で着るとなると結構モノトーンとかがやっぱ多いかな、これ結構昔からなんですけど、でもなんかそんなイメージですよね、うんうんうん、なんか服飾でも覚醒産経そういったイメージがめっちゃあるんですよ、勝手なイメージで、うんはいまあ、そうですね、はい、なんだろうな、まあ、あとなんか結構その自分のよくあるじゃないですか、顔のカラー診断みたいなのが、はい、パーソナルカラー、はいはい、あれが自分どっちなんだろうと思って、こう暖色が似合うのかこう冷たいのが似合うのかとか、うんはいはい、ああいうのちょっとしてみたいなと、はい、
でも似合いそうだけどね、鈴木さんもね、はい、昔結構派手な色多かったですね、ピンクの T シャツも着て、全然見てない、今着て、あ、次なんかラジオでピンクの T シャツ多分お父さんでちょうどいいピンクが、ね、次新色が出るんで、お楽しみに。でもああいう色だから好きだったんですよ、結構、うんうん、そうそうそう、まあそうですね、色ちょっと挑戦してみようかなした、はい、うん、色はでもなんかどうですか、はい、俺はもうシンプルに、はい、まとめる感じですね、はい、うん、皆さんが真似できるような感じのスタイルを提案しております、はい、日々、まあ、でも確かに結構インスタとかでもすごいこうやっぱ問い合わせが多いから、うん、結構このなんていうか そのまま丸セットじゃないですけど、うん、一式欲しいみたいな、そうなんだよね、丸ちゃんインスタ上げると結構問い合わせ来てるんだよね、はい、なんかいろいろ、いや多分もう LL さんとかになるともうちょっと、はい、かけ離れてるからちょうどいいんでしょうね、まあ、ね、あいつだったら真似できそうだな、いや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 、はい、だから結構もうありきたりな感じのパンツとか、はい、まあ、誰でも持ってそうなやつを意識的に選んで履いてとか、でも履いてないパンツはむちゃくちゃいっぱいあるんですよ、好きなやつとかも。でもなんかこう一個一個、それこそこの間フリマ、あの私物出店してたじゃないですか、あれ結構どれもよくって、うんうん、そう、なんか一番買いましたよ多分、はい、なんかチョイスがいいっていうか、はい、セレクトが結構なんか洗練されてるっていうか、はい、ラルフローレンが好きなんですよ、うん、そうなんだよね、なんで自分もラルフローレンにハマってるから、うん、なんかそういったちょっと珍しいアイテムとかも結構ありましたよね、そうですね、もうすかさず番長、はい、これいいですか、うん、だなんかこうね持ってらっしゃる私物見るとなんとなくこう分かるじゃん、センスが、なんかこだわって一個一個選んでる感じ、あるじゃん、シンプルだけどやっぱりチョイスものおしゃれだなと思って、うん、そうチョイスおしゃれ、特に帽子はいいっすよね、うん、よかった、そう確かに、だからなんかちゃんとこう、はい、この商品はこういうふうなことで買ったみたいなことがちゃんと、そうそうそう、全部言えそうみたいな、うんうん、なんか丸さんのチョイスであのキャップ作りたいですね、キャップロングビル系をちょっとなんとかロングビル系ですね、はい、後輩に頼みますからね、なんかねお願いします、値上がりしてましたけどこの前言ったら、あ、マジっすか、はい、うわあれですよね、なんかライフローレンの形の、そうそうそう、はい、いいっすね、あ、これ大吾さん、大吾です、丸さんご結婚おめでとうございますと、ありがとうございます、まあ、先ほどの話になりますけど大吾さんありがとうございます、何か変わりました、いや何も変わりませんむしろあのイベントのため、イベントの、はい、そうそう、金曜日が設営 で、はい、で土曜日の朝一で、うんうん、届けを出しに行ったんです、はい、7時半、うん、南区役所、そこから仕事に来てるんで、仕事に来て、はい、でも土曜日来てましたもん、ね、来てくれましたね、もうちょっとお会いしました、はい、まあでもそれから土曜日帰って、うん、もうご飯食べて速攻で寝てたんですよ、うん、まず、うん、で日曜日は打ち上げあったでしょ、はい、で月曜日も仕事、うんうん、火曜も仕事、うん、昨日はまあ昨日ぐらいですかね、一緒に休んで、うんうん、まあただグッドの展示会に行って、昨日二人で、はい、来てくれた、はい、そうそう、すごい仕事、常に仕事と、常に、はい、で今日も仕事と、なんかそうだ、そうだ、今日休みだけど、休みですよね、収録のために来てくれたから、なんでもう実感はないです、はい、まだ味わえてないです、なんかでもあの奥さんちょっと話しましたけど、うん、あの結構ワイパーの YouTube 見てるんですか、いやもうずっと見てますよ、うん、見せてますずっと、いやマニアックなところめっちゃ知ってたから、うんうんうん、あこれかなり見とるなって思ってとりあえずもうずっと流してるんで、はい、ああ家の中ですか、はい、いやありがたいですね、はい、もうそんな感じですね、なんかお祝いもちょこちょこいただいてありがとうございました、うん、はい、お返ししますんで何がいいかなと考えております、じゃあ他には何かありますか、3人とも何かじゃあ一つずつ選んでいただければ、はい、ピグメント染めの服は白くなるまで色落ちし続けるでしょうか、ああ確かに真っ白にはまだ私もなってないんですけど、うん、かなり近いところまでは行きますね、最も色落ちしたやつとかって何色持ってますか、やっぱピグメントブラックが本当にグレーみたいになっちゃうとか、あ、だいぶじゃあ薄で、あとはそのベージュ系がもうかなり白くに近くなったりとかありますね、少しむしろ白が少し黄ばむぐらいの、そう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 ナチュラルになる、真っ白になること
ともあるんでしょうけど、うんうん、まだそこまで実際体感してないですね。あ、まあ、でもじゃあだいぶ切れば切るほどだいぶ落ちては、まあ、もちろんもちろん、うんうん、でそれができるのはやっぱり良質な麺を使ってるからっていうのもありますね、うんうんうん、なるほど、はい、そっか、その色落ちあえてそのなんていうか染み込まないというかあれなんですか、その表面にこう、うんうん、まあ、ピグメントの、そうです、顔料って言われるその染、まあ、染料というか顔料を要はあの白い T シャツの表面に付着させてる状態なんですよね、うんうん、で着用していくとそれがこう落ちていくっていう、うんうん、じゃあその物理的に剥げてより白く近づく、そうですね、うん、なるほど、なんか見てみたいですね、こうなんていうかすごいこうグッドマニアの方の着込んだエイジング T シャツみたいな、うん、ジーンズじゃないですけどはい、はい、まあ、一応あの生徒はありましたね、広さだ、あ、そうそう、あ、20だからもう6年目なのかな、はい、うん、あ、そのパーカーめちゃめちゃいい感じでしたね、それを元にしていいの作りましたね、うん、はい、いやあれ楽しみだ、あれはちょっとね、なんかめっちゃ興味あります、うん、あ、そうそう、はい、あの先日行ったグッドの展示会はですね、また動画でお届けしたいと思います。はい、うん、で私はこれですかね、経年さんからの、皆さんには恩人と言える人がいますか、それはどんな方ですかっていう質問なんですけど、うん、自分はこれですね、ちょっとパッと思い浮かんだ人は妻ですね、自分の、はい、多分なんか自分結構なんか妻と出会う前と出会った後のこうあれ なんていうんですかね、いろんな考え方だったりとかああいうの結構からなんか変わったんですよ。へ、はい、いろいろちょっと多分影響は結構あって、はい、多分あのうまい具合多分妻の手の中で転がされてる感はありますけどそれぐらいがちょうどいい、はい、なんかですね、なんかそういうのでなんか妻にはいつも感謝してますね、ある意味、はい、自分こう多分どこにもあんまこれ話してないですけど洋服結構好きじゃないですか、うん、たまにまあその昔そのインスタとかやった時にそのなんていうんですかね、その洋服代大変じゃないですかとか、うんうん、いろいろ質問があって、うんうん、うちの妻って結構普通の主婦が判断しないことをするんですよ、うん、で自分基本的にはお小遣い制なんですけど、はい、そうなの、お小遣い制です、基本的には、うん、お小遣い制でそのお小遣いをもらってそこでやりくりしてるんですけど、うん、そこを年間制に年払い制にしてる、年俸でそう、うち年俸制なんですよ、お小遣いが、はい、もう最初の2ヶ月ぐらいで使ってるんじゃないかって、ね、なんでそこを自分でこうどう回すかをちょっとあなた次第でなんかやってっていう感じで、それをこれ出したらあなたには一切お金出さないからって、はい、手でやってて、あのそこからまあやっぱりいろいろ考えたりとか、やりくりをちょっと自分でしない、うちの妻って本当あれなんですよ、これやらんって言ったら本当やらない、やあげない人なんで、こうね、そういった部分だったりとか結構いろいろちょっと影響をちょこちょこ受けてはいるんですかね、やっぱそういうのってあんましないじゃないですか、うん、あんまお小遣い制のなんか例えばお父さんがいらっしゃったりとか、うん、妻になんか年俸制にしてくれって言っても、うん、はぁって多分言われてしまいだと思うんですけど、多分妻的には毎月 お小遣いちょうだいっていうのがなんかめんどくさかった、うん、めんどくさかったらしくて、もうちょっとね、まあそれだったらもうとりあえず年俸制にしてあなたがなんとか好きにしてみたいな一括で、一括で、はい、俺だったら全部使っちゃいますよ、その日全部使っちゃいますいや我々使っちゃうよね、はい、でもね、自分もなんか多分、ね、金持ちになった気分になってますそう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 、でなんで毎月1月になると年俸パート入ってくるとその月やっその月に番長に飲みに行きましょうって言ったら大体おごってくれるんですねいいよいいよって皆さん聞きました、いや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 、ぜひぜひ飲みに行きましょうか。でもまあそういった類で洋服手に当てようとしてタバコもやめて、うん、そういうのもあります。もともと一箱ぐらい吸ってたんですけど、そうですか、うん、そうなんですよ。でも今はタバコのあのコートぶり考えてたら、うん、やめてよかったなと思いますね。うん、とかまあ本当あらゆる影響でなんか多分なんか感謝してます、本当に、うん、まあ、しっかりした奥さん、そうそうなんです、はい、嬉しいですね、うん、この場で、はい、うん、見てますかね。見てます。さあ、もううちのチャンネル見てくれないんで。でもいつも感謝してます。はい、実は見てるかもしれないです。あ、確かにですね。たまになんか言われたりとかするから、ね、まあ、どっかのタイミングで見てるかもですね。はい、でも仲いいですよね。前あのライブ配信とかもなんか一緒にしてたじゃないですか。あ、そうなんですよ、はい。インスタライブをしてて。はい、うちの妻って多分ちょっとそこをランプさんとか見てくださったかな。はい、でまあ、本人登場はあんましないですけど。うん、
うちのアンミカ、自分の中では彼女はあれですね、福岡のアンミカですね、喋るの。あ、そうです。そんぐらいもう、中村さん並みに喋るか、それいいのか、なんか結構ですね、もう回転がめちゃくちゃ速くて、めっちゃ面白いんですよ。いつだか寺井さんが家でテレビ見てたら、はい、番長出てきたって。はい、テレビに。YouTube 見てるのもテレビ見てるのもちょっと混乱したらしいんだけど、テレビ出てたでしょ。いや、そうなんですよ。あそこに出ましたね。なんていうんですか、なんていうんですか、前川清さんの、はい、なんか旅番組みたいなやつ、旅好き、うん、はい、旅好きっていうローカル番組があるんですけど、うん、これ九州でしか放送されないんですけど、うん、僕ら見たことないんですけど、圧倒的な視聴率の番組があるんですよ、うん、なんかローソンが農家の方とか年寄りがめちゃくちゃいるので、うん、未だに視聴率が結構むちゃくちゃ取れてて、でそれ奥さんと出てた、そうなんですよ、だそれを寺井さんが家で作業しながらテレビつけたらパッと見たらええみたいなすごい偶然でもろとやってます、はい、そのうちうちの家族が、はい、移りに行ったんですか、いや、そなんかね、そう、多分その番組見たら分かるんですけど、うん、何回か見たこと、前川清さんが切ってるぞって言って話になって、うん、そこでなんか、いや、前に乗って行って、バーっと車乗って上げて、前川さんって言って手を振って、はい、でそれで、あ、行くねって言って、そのもう来させたっていう感じですね。はい、行動力がすごい。はい、でも綺麗な奥さんだって、寺井さんおっしゃってましたけど、いや、ありがとうございます。なんかね、べっぴんさんです。素晴らしい。はい、素晴らしい。はい、でもあるじゃないですか、はい、ワイパーでこの人おしゃれだなと思う人は誰ですか、はい、それはワイパーの中でですか、それか別の、全て別のあれで、ワイパーの中でじゃないですか、まあ、ワイパーの中でこの人おしゃれだなと思う人、僕坂田くんかな、あ、坂田、うん、まあ、結構本当洋服が好きっていうのが伝わるな、まあ、若い子でユーロミリタリーが多いんですけど、はい、もうちょっと YouTube で出させてたところですね、ちょっとおとなしい子なんですけどね、そう、若い子の中の割には結構しっかりした軸がありますもんね、洋服、うん、の、うん、すごい、もう僕なんてあんな服は似合わないしか思ってないですもうヨーロッパなんて、ない、考えたこともなかったです、いやいや、多分意外と似合うかもしれない意外と似合う、はい、案外やっぱ着たら似合うかもしれない、似合うかもしれない、はい、見慣れてないだけですか、ね、そうだと思いますけどね、はい、坂田君独特ですよね、うん、はい、うん、まあ、でもなんか結構こうみんなそれぞれにこうなんていうか支持されてるのが多いなと思って、うん、なんか結構横木さん横木さんで結構体格とかが参考になりますって言って、うんうんうん、結構そういう感じでコメントもいただきますし、はい、まあ、2人も当然中村さんとかも、うんうんうん、結構そのコーデをこう丸々こうコピーするみたいなことぐらいもあるあったりとかもするから、はいはい、そうですね、うん、中村スターターパックみたいな、スターターパックですね、だから本当そう、ま、丸スターターパックもスターターパックもできるんじゃないですかね、パッケージで、はい、でも、まあ、店舗だったらそれできそうですけど ね、まあ、確かにね、ネットはちょっと難しいんですけど、中村スターターパックってなんか昔っていうかちょっと前ぐらいまでみんなストーリーとかでシャープ、うん、ありましたもんね、はい、でももう夏だからちょうどあるんじゃないですか、ニューエラのキャップにリバーシブルの、T シャツにパンツは何持ってくるのかな、うん、その時、まあ、ODU でパンツ合わせてとかじゃないですか、あ、そうですね、確かに、スターターパック、スターターパックスターターパック、スターターパックいや、ODU 多分結構売れたので今もうパンツ在庫もパンツほとんどないですよね、だから持っている方いらっしゃると思いますんで、 L サイズだったらまだ店舗あるんで、うん、L は、はい、でもすごいですよね、中村さんの影響力って、いや、カリスマですよ、カリスマ、うん、まあでもなんか似てる感じはあるんで、そう、まあ参考にもしつつ、うんうん、自分の色も入れつつっていう感じでやらせていただいております、じゃあ丸パックも、丸パックも、丸パック、はい、丸パックってちょっとあれですね、丸クルーターパックに入れて、そうそう、丸クルーターはい番長もおしゃれですからね、まあ、ここはもう当たり前すぎてしまいますけど、こうなんかまあすごいですよ本当に、うん、いやでもまあ自分もある意味 癖が強いから何とも言えないですね、うん、結構もう雑誌、はい、ほぼほぼ大体あれなんじゃないですか、うん、雑誌の出演もしたことあるんじゃないですか、うん、いやでもまあちょっとふと思うんですけど、うん、結構ヘイリーメールでしたっけ、うん、ヘイルメールとかも出て、うん、はい、まあ、なんかあと
フィギンもチョコ出て、うん、あとウーもメンズクラブ出たので、うん、なんかちょっとした自慢じゃないですけど、アメカジからここのメンズのこのファッション雑誌まで行けるのって、うん、なんかそんな数いないんだろうなっていうのは、広いと思います、幅は、はい、でもすごいですよね、普通の社員として働いてるのに、うん、こんだけガンガン行ってっていうのって、はい、なんかどうなんですかね、なんか普通なんでしょうけど、はい、普通になっちゃってるんですけど、もう旗から見たらすごいことだ。いやだからあの結構言われますよ、そのあの人何者なのって僕結構友達に言われますもん、ね、あのエベルートさんって、はい、何してる人みたいな、芸能人って言ってます、はい、いやいやいや芸能人じゃないですけど、ね、芸能人確かに、はい、え働、ね、普通に働いてるのみたいな感じのは結構聞かれます、はいはい、普通に朝礼も出てますけど、はい、いやそうですよ、普通に働いてますね、お小遣い制の普通のお父さんです、はい、サラリーマン、普通のサラリーマンで頑張ってます、うん、お父さんは、はい、まあ、そういう点では結構やっぱり東京の人とか東京のそういうアパレル業界の人ってもっとすごい柔軟に働いてる人多そうな感じしますね、うん、だからなんでしょうね、やっぱこう時間軸が流れ方が違うっていうか、うんうんうん、全然違いますもんね、やっぱりこう福岡来ても、うん、でそれこそ広沢さんもまあグッドオンでまあ当然お仕事されてますけど、こう結構そのネイジャパと一緒にこう動画してるのはこう果たしてそれも仕事の一つなのかとか、結構そこら辺がすごいこう見ててこうどういうようなスタイルで働いてるんだろうっていうのがちょっと、そうですね、まあだから仕事としていく場合もあるし、うん、こうとお休み代金を取っていく場合もあるし、 あと土日にするとか、そうそうそう、うん、完全だから普通に友達として出演してることもあれば、うん、まあ、グッドのちゃんと顔として出るときもあれば、それ考え言われるとあれですね、ワテルマンもあれでああ見えてサラリーマンです、あ、ね、おっしゃってましたね、はい、そうそうそう、結構そうか、そう、普段は結構お堅い感じのとこでお勤めされてて、はい、でも普段からああいう服装らしいですよ、ね、だからこれ見てらっしゃる方とかって多分本当に僕も何してんのかとか多分よく分かってない人多いと思いますよね、一日密着とか、あ、そうそう、だからもう普通にあのサラリーマンですから仕事してますよ、そうそう、ちゃんと仕事してますね我々、うん、あとはね、あれももちゃんがさ、はい、やっぱりああいうミリタリーの男臭いものを取り入れて、うん、やっぱりイメージ変わるよね、うん、あ、本当にあれはすごいなって、もう全く別物になってるじゃない、あのモムスナップでしょ、そうずっと今やってる、あれはもうそうなんですよ、メンズばっかりですかねみたいな、いや、はい、ももちゃんとかのインスタ見せてこんな感じで着て、はい、でもかっこいいですよっていうの、はい、うん、ただももちゃんコーナーを作りたいなってずっと思って、だから一角ちっちゃいサイズで、はい、うん、ベビースのもいいかもしれないね、だからピックしてもらって、うん、なんかそうそうそう、こんな感じで着てとか、ね、まあ、フォトスナップみたいなの貼り付けてとかでもいいし、そうか、だももちゃんに倉庫行っていただいて、はい、そうそうそう、ピックしてきてコーナーを作る、あ、それいいかもしれないね、そうですね、ももちゃんはちょっとクールビューティーな感じがあるので、うん、ちょっと今風なちょっとサバサバ、うん、で新しく入ったななみちゃんの方も結構アメカジ女子なんで、うん、ね、そうそう、ちょっとまた別の系統のなんかそれぞれの、ね、うんうん、まあ、だから2人にねちょっとピックしてもらってコーナーを作るっていうのはありかなと思います、確かにこの間もそれこそレディース試しに、うん、あのポップアップグッドを置いてたと思うんですけど、やっぱああいうのがあるとやっぱ女性の方も来店しやすくなるのかなと思ったんで、うんうん、いいかもしれないです ね、いいですね、はい、もう本当ミリタリーはレディース買ったりもめちゃくちゃ似合うので、うん、ね、おすすめです、はい、まだなかなかうちも開拓できてないところではありますから、ね、そうなんですよ、はい、でもこういったおじさんばっかりだからね、ちょっと喫茶店でぜひ、そうそうそう、もうモモスナップやね、うん、あの別 の、 あの女のスタッフ、女性のスタッフを見て、ね、ご来店いただければと思います。はい、はい、ということで、ちょっと結構時間かかっちゃいましたけど、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、広沢さんは今日に、東京に戻る。今日夜戻ります。なるほど。明日もお仕事ですか。はい。すごいな。あ、でも本当に楽しい1週間でしたよ。はい、いや、皆さんには大変お世話になったんで、ありがとうございます。またいつか来ます。はい、完全に休みなかったですよね。土日も、ね、完全にしなかった。まあでも本当にね、うん、この前も言いましたけど、本当にこう普段お会いできないファンの方たちとかにたくさんお会いできたので、はい、まあ疲れたけどパワーもらいましたんでね、楽しかったです、はい、本当に。いや、いいですね。めちゃめちゃこうグッドオンブース大盛況だったんで、うん。大盛況でしたね。はい。もう夜は夜であのファンの方たちに囲まれとか、はい、オフ会メンバーとか、あれすごかったですね、はい、すごいですよね、はい、終わってるマンさんと2人で、いや、はい、皆さんありがとうございました、楽しかったです、はい、
そうだっけ、マルソンも行きましたっけ。いや行ってないですよ、その日があれなんですよ、そうだっけ、あそうか、これだから、さすがに誘うのはあれだって。その時はそうです、自分もあれですもんね、子供の誕生日とかなんて、まさかうちのファンのオフ会にワイパーメンバーなしで誰一人もおらんかったっていう、オアさんと俺が2人で、いやでもなんかすごい、それもなんかやっぱりこう見てて、インスタとかも見ましたけど、なんかそれみんなこう楽しそうにしてたから、本当に楽しかったですよ。いやいいですね、はい、まあ、ちょっと次またまあ福岡か、もしくは我々が東京に行く際はまた、はい、そうですね、ぜひぜひちょっと行きます、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします、ということで、ワイパーラジオは、毎週土曜日夜8時15分から放送中です。また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。See you next time.